今日がオープン戦3度目のマウンドになります岸です。立ち上がりご覧いただきます。2アウトを取って3番のオースティンから三振、3人で終えた初回のピッチングでした。その岸2回です。2アウトランナー3塁、ここで外、これ低めの球、外がうまく合わせました。センターへのタイムリー、ベイスターズが先に点を取りました。そのベイスターズ先発は大貫です。その大貫から2回、今日スタメン5番に入りました小郷の一発、同点に追いつきます。3回です。下位打線でチャンスを作ります。先頭の黒川、9番の田中和樹、今日久しぶりのオープン戦出場でエンドランかかっていました。連打でノーアウトランナー3塁1塁、これトップに帰って山崎剛、山崎はレフトへ、これが犠牲フライになって2対1、イーグルス1点リードと変わります。4回です。岸この回2アウトランナー3塁とピンチを迎えますけれども、先ほどタイムリーを許した外、ここは三振で抑えました。5回です。今日スタメンの渡辺義明、ライトへのツーベース、先頭バッターが出ると、続く黒川、今日2本目のヒット、追い込まれながらもセンターへ、このタイムリーで3対1、2点リードと変わります。さあ岸6回もマウンドで上がりました。この回先頭のオースティンに一発を浴びます。左中間の中段まで持ってきました。オースティンの一発で3対2ベイスターズ1点差、まあ、しかしこの後岸は落ち着いて後続を取ります。今日は岸6回2失点99球でマウンドを降りました。さあ7回から渡辺裕樹です。2アウトランナー2塁というところで、ルーキーの梶原、センターオーバーのタイムリースリーベース、3対3、同点に追いつかれますが、この後勝ち越しのこの、ピンチは太田をサードゴロで打ち取りました。さあ8回は湯気です。まあ、ランナー1人出しましたけれども、ゼロで終えたピッチングでした。そしてその裏、先頭バッターの山崎、粘ってスリーベース、エスコバーから、でこの後ワンアウトになって住谷がタイムリー、4対3、1点リード、ツーアウトランナー三塁一塁、銀次にもタイムリーが出ました。これで5対3。さあそして最終回は西口です。まあ、ランナー1人出しましたけども、最後のバッターを打ち取ってゲームセット、好調同士の対戦、このオープン戦は5対3、イーグルスに軍配が上がりました。